ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。ぜひこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第7話お届けしたいと思います。現在地は奈良県奈良市の JR 奈良駅です。奈良といえば長い歴史と文化が息づいているお寺と神社がたくさんある町だということはこと細かに説明する必要はないと思います。この紀伊半島編大きなテーマとして初詣を据えていますから、今回はこの古都奈良で3つ候補を絞りました。その3つの寺院と神社に2023年より良いスタートを切るという意味合いを込めて初詣参拝をしたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでいただければ幸いです。まあ辺り真っ暗なんで、まずは今日一晩お世話になる宿に向かいましょう。なのでまた夜が明けてから参拝を始めたいと思います。考えてみたら JR 奈良駅降り立つのも今回が初めてなんですよね。まあいかに僕の旅行経験が少ないかということなんですけど、逆に言えば言い訳がましいですけど、要は伸びしろがあるって思いたいですね。じゃあ早速改札を抜けてしまいたいと思います。見つけました。今交差点にいるんですけども、あの紫色のロゴの建物、あれが今回一晩お世話になるビジネスホテルさん、ホテルウィステリア奈良さんです。早速チェックインしたいと思います。このホテル選んだのには僕なりの理由はあって、奈良駅から歩いて10分弱、その上奈良公園も 1.6 キロだから近いんです。そういう条件をクリアしてくれたのでこのホテル選びました。現在地ここです。ほんの少し歩けば奈良公園、春日大社、東大寺へ行けちゃいます。今からチェックインします。ここがホテルウィステリア奈良さんで、今晩お世話になるお部屋です。このカードキーをこうかざして中に入るようになってます。割と広い。びっくり。今回もそんなに説明はしないんですけど、わあ、広いな。なんて大きな鏡、ワーオって感じ。この辺りに必要な注意書きとかがまとめられてるみたいですね。ちょっと残念かなって思うのは、僕が欲してやまない姿見の鏡がないというところでしょうか。まあその辺りは何とでもなりますけどね。ホテルウィステリア奈良さんを利用するにあたって気づいたことを言います。ちなみに一泊素泊まりで4500円で予約してます。予約サイトは楽天トラベル。楽天にポイントがあったので300円分使いまして、実質4500円です。まあ、ポイント使ってなかったら4800円ということですね。で、チェックイン終わると、このタブレットを渡されます。これは何のためのタブレットかというと、ここにテレビがあるんですけども、テレビの操作をするためなんだそうです。あと、チェックインの時に部屋着は必要かどうか聞かれたんです。欲しいですと答えたら、このように部屋着を渡されました。あと、フロントに無料で使えるアメニティグッズ用意はしてらっしゃいます。まあそうですね、このぐらいだったら便利はいいんじゃないかなと思います。これでね、撮影3日目ですが、ずっと足が早かったので、やっと落ち着いて眠れそうです。で、ホテルウィステリア奈良さんの部屋着に着替えてみました。すげえわ、新しい。まあ、こ
こういうと冗談はほどほどにしておいて、明日も早い時間から動き出していると思います。明日がこの紀伊半島編と名付けた旅行シリーズの撮影最終日です。万全の体制を整えて、また元気に旅ができるように、しっかりと休息を取りたいと思います。ということで、部屋着に着替えた前にお風呂にも入りました。ご飯も食べました。あとは明日に備えて体力を回復するためです。なので、もうこれ以上何も言うことはありません。とにかく寝ます。今日一日頑張った皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。紀伊半島編撮影日4日目の朝を迎えました。ホテルウィステリア奈良さんで一晩過ごさせていただいて、じっくり休養もとって、これから奈良公園の方に向かって歩き始めるところです。早速出発したいと思います。多分こっちの方でいいんだろうなと思って進んでいますけれども、僕が歩いている右側、大通りになってます。ちょうどこんな風に。車の通行量がそこそこ多いんです。奈良公園はこちらの方角で間違いないようですね。やっぱりここが奈良なんだなってことよくわかりますよ。とにかくお寺が多い。歩き始めてすぐ2つお寺がありましたもん。東に歩き始めて30分ぐらい経過しました。あれが多分興福寺ですかね。興福寺の山門のような気がします。まず最初に時間がかかりそうな春日大社行ってみようかなと思います。あ、やっぱりそうですね。やっぱり正解でした。興福寺の北参道で、わ、独特な匂いがする。名称奈良公園ということで会っちゃいました。鹿さんです。寝起きだからくつろいでるような感じです。せっかくなんで、写真を撮ってくれ。奈良公園に気をつけないと、鹿さんの糞を含むから。あ、ちょうどいいぐらいにこっち向いてくれた。見てくれてる。OK。わかった。思いがけず、奈良公園の鹿さんと出会うこともできたので、これで僕の奈良市内での心残りがまた一つ消えた感じですね。あそこにもいるな、鹿さん。ちなみにこの辺り松が多いです。奈良公園沿いを歩いてたら地下道が見えました。ここから東大寺や春日大社行けるみたいなので行ってみようと思います。読み方間違ってたらあれですけど、この地下道の名前東大寺地下歩道と読むみたいです。東大寺と春日大社、こちらですね。地下道を出てきました。地下道を出ると公園があって、ここにも鹿さんいました。やっぱ奈良は鹿が多いな。神様の見つかりだからっていうことかな。ただ今回は鹿さんと仲良くすることが目的ではないので、先を急ぎたいと思います。春日大社、確かこちら側でしたね。歩き始めてから早くも1時間が経過してしまいました。ちょっとのんびりしすぎた。ここから先は当初の目的に立ち返って、まずは春日大社参拝、初詣でやり遂げたいと思います。この氷室神社、氷の神様をお祭りする神社だそうで、製氷業界の方から熱い信仰を集めているそうです。また神社の建物は平安時代の創建なので、建物の一部は京都御所にゆかりを持っているんだそうです。後で行ってみたいと思います。割と鹿さんが多いんで、面食らってます。向こうの歩道にも鹿さんいるんです、普通に。
自由すぎるやろっていう、そんな感じもしますけどね。こういう場所です。僕が離れしていないだけですから、あんまり鹿さんたちを刺激しないようにします。参道が見えてきました。この先に春日大社あるみたいですね。周りに誰もいないことを確認してマスクを外しました。鹿さんが泣いてる。まあ真顔でびっくりしなくてもいいことだと思うんですけど、ここから春日大社の本殿までは徒歩で10分なんだそうです。早速春日大社での初詣参拝始めたいと思います。春日大社の本殿まで900メートルだそうです。めっちゃ鹿さん多いわ。しかも油断してると鹿さんのうんち踏みそう。足元はしっかり見てなきゃいけない。はい、こんにちは。こんにちは。何人だお前は。というようなね、音もやりつつ進んでおります。いや本当に穏やかな時間が流れていくな。春日大社の本殿まで残り500メートルなんだそうです。看板を見ました。今日は誰もいないな。人の姿を見ていない。僕にとっては都合がいいんですよ。カメラを回して嫌な思いをする人に出くわさなくて済むから。遠くに今までの参道とは違う雰囲気の場所が見えてきました。まあ、とにかく行ってみましょうか。ここから先本殿まではそんなに遠くないみたいです。ようやくこの死ぬいの鳥居が見えてきました。新年2023年いいスタートを切るためになるべく作法にのっとって参拝していきたいと思います。お手洗いに窮した場合ここしかないみたいです。鳥居をくぐる前にここで済ませておきましょう。で、ここから先マスクの着用が必要みたいです。興味深いものを見つけました。正面にあるのが手水書なんですが、ここに看板があるんです。ご参拝の方々へ、手水書にて手と口を清められ、その後左手の原井戸神社にお参りをしてからご本殿へお進みくださいということなんで、この指示に従って本殿に向かいたいと思います。こちらの手水書で手と口を清めていきましょう。まず左手を清めて、右手を清め、そしてこぼれちゃいましたけど、これで口をゆすいで、ゆすいだ手をもう一度洗う。これで大丈夫だと思います。では次に原戸神社での参拝やっていきましょう。原戸神社って言ってましたけど、原戸神社が正しい呼び名ですね。失礼しました。御祭神は瀬織姫の神様ということで、いろいろとここに説明が書いてあります。改めてお社を見ていただきましょう。本殿に行くためにはこの原戸神社での参拝が必須ですから、参拝をして本殿へ進みたいと思います。多分二礼二拍手一礼だと思うんで参拝していきます。わかりました。早速本殿に向かいましょう。
というわけで着きました。ここが春日大社の本殿です。今から境内に入って初詣および参拝していきたいと思います。春日大社のご祭神は武三日月の御事様、第2殿に普通主の御事様などなど、主だって4中あるみたいですね。はい、入ります。撮影 OK いただきましたんで、ここにお賽銭箱もありますんで参拝していきましょう。では耳ちいけど1円でそういうことを言うんじゃないよってね。終わりました。参拝を終えてちょっと見上げてみたら、これ藤の木ですね。時期外れだから今枝や幹だけになってますけど、おそらく満開の時期5月とかそのぐらいになったら春日大社の本殿紫色に彩られて綺麗なんでしょうね。では参拝をさせていただいたことに感謝してさあ帰ります。この朱塗りのね、建物の色鮮やかなこと素晴らしい。巫女さんたちの訛りを聞くと奈良にいるわっていう感じになりますね。こっちからでいいのか。周りに今誰もいないのでマスクを外した状態で、参道を本殿からは逆方向に歩いてます。ここから東大寺そんなに遠くないので、大仏も撮らせていただいて、最後に氷室神社へ参拝して、そういう流れで奈良市内での初詣企画で進めていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。